はいどうもリーダー06ベントスコーラです。今日もね DeNA の振り返りの動画撮っていこうかなと思います。それでは皆様よろしくお願いいたします。今日のゲームだったんですけどね、まあ遠かったらね勢いついたまま、まあ、交流戦入れたんですけども、まあ、惜しくもね、負けてしまいましたね。ね、ヤクルトに負けたということで、ヤクルトさんね、他球団ファンの私が言うのも少しおかしな話かもしれないんですけども、ヤクルトさんね、連敗ストップおめでとうございます。今日のね、スコアを申しますと、5対2ということでね、ヤクルトに負けました。それで連勝もね、4連勝していたんですけども、連勝ストップということになりましたね。それではね、いつも通り打線や、投手リレーなどの振り返りの方をしていきます。まずは打線から見ていきましょう。打線はこんな感じとなっております。昨日とね、全く打線は変わっていないですね。今日はね、先発の、相手の先発が原樹里選手でして、全体的にね、8安打で抑えられました。2得点8安打で抑えられました。上里選手は4打数の1安打、宮崎選手が3打数の1安打で、犠牲フライが1本で1打点つきました。そして、外選手が4打数の1安打、チャンスの場面でね、8回、外選手にね、回ってきたんですけどね、これね、ストライクかっていう、ちょっとね、ボールがあったんですけども、あれはちょっとね、惜しかったですね。で、哲子選手が昨日、当たりが出なかったんですけども、4打数の1安打、ロペス選手がね、1本ホームランが出ましたね、伊藤光選手は3打数の1安打、柴田選手がね、今日ね、1本ね、当たりが出なかったですね。で、山本選手が2打数の1安打。で、浜口選手ね、少しね、打席がね、回ってきませんでしたね。はい、続いてね、代打の方を見ていきます。こんな感じとなっております。代打はですね、藤岡選手の代打に戸柱選手が出てきて、1打数の0安打。山本選手の代打に音坂選手が出てきまして、1打数の0安打。三島選手の代打に石川選手が出てきて、1打数の1安打ということになりました。守備交代は、大和選手の代わりに、柴田選手がショートに入りました。そして、柴田選手の代わりに代打で出てきた石川選手がセカンドに入りました。そうですね、今日はね、やはりね、先発の相手先発の原樹里選手が、まあ、中4日ということで、少しね、不安な、まあ、感じで登板だったんですけども、本当にね、原樹里選手、中4日なのかっていうぐらいのね、思わせぶりのね、凄まじい投球でしたね。今年ね、一番いい投球って言ってもね、原樹里選手、良かったんじゃないかなっていうぐらいね、ストレートもね、スピード出てましたし、原樹里選手ってね、大体ストレートの球速が142か3ぐらいが平均なんですけども、今日平均147、まあ、後半ぐらい、ね、出てましたし、ストレートのね、スピード出まくってましたし、本当にね、連敗ストップ、俺がね、連敗をストップさせるっていう感じのね、勢いで、凄まじいね、すごいピッチングでしたね、今日ね。まあね、球数少なかったんですけども、まあ途中でね、アクシデントがあって、まあ、変わってしまったんですけども、原樹里選手ね、今日はね、僕も敵ながら、もう、あっぱれといった感じのね、投球でした。まあ、あれはね、打てなくても、まあ仕方ないかなと思っておりますね。まあ今日負けたのは、まあ仕方ないんじゃないですかね。はい、次、投手リレーの方を見ていきます。こんな感じとなっております。今日はですね、浜口選手がね、1回、3失点でね、1回で終わりました。で、続きでね、国吉選手が3回を投げて2失点、藤岡選手が1回無失点、砂田選手が1回無失点、三島選手が2回を無失点、石田選手が1回を無失点でした。浜口選手についてなんですけども、やはりね、浜口選手、デーゲームの、まあ、屋外球場ですね、屋外球場、ハマスタなどがね、デーゲームで苦手というね、データが出ていますので、まあ今日ね、最終確認程度の感じで、まあ、投げさせたんじゃないかなって思っております。そして1回ね、まあ、ロペス選手の、エラーも絡んだんですけども、まあね、やはりね、コントロールもばらつきがあって、まあ、非常にね、不安定でしたので、もうさっさと、まあ、変えて、まあね、クリオン選手に変えて、もうね、まあ、早い段階でね、まあ、ローテ変えるんじゃないかなって思っております。抹消ね、することはないかなと思いますので、次ね、オリックスとか、水木、3連戦戦うんですけども、その中でね、投げさすんじゃないかなって思っておりますね。まあ、投げさすんであれば、まあ、火曜日は早いですので、火曜日、大貫選手が投げて、平選手。では、浜口選手を木曜日にして、まあ、そのままね、ローテを1個ずつずらすんですかね。
まあそんな感じになるのかなと思っております。さすがにね火曜日、まあ今日ね結構球数投げていますので、火曜日にね中2日で投げろっていうことはね、厳しいかなと思っておりますので、木曜日あたりに投げさすんじゃないですかね。僕はそう思っております。浜口選手、東選手って連続も少しなちょっとって感じですしね、木曜日にまあローテ再編するんじゃないかなって僕は思っております。コメント欄で意見、くれたら嬉しいです。栗吉選手もね今日ロングリリーフだったんですけどね、やっぱりねブルペンで肩作れていなかったかもしれないので、球速あまり出ていなかったんですけども、まあね3回2失点とねもうよく抑えてくれましたね。今日やっぱ中継ぎでね思ったんですけども、中継ぎやっぱ石田選手ね転向していいですね。やっぱもう阪神の能見さんみたいな感じでね、凄まじい感じで、ハマってるかなって思いますね。はい、今日はこんな感じで終わっていこうかなと思います。今日ねやっぱりねヤクルトの連敗がストップしたということで、ヤクルトさんね改めてねおめでとうございます。明日からね明日じゃないな火曜日から、交流戦ということもありますので、まあ、セリーグをねヤクルトさん、皆さんで、ね、盛り上げていきましょう。パリーグにね負けるかっていう感じでね、交流戦をね迎えて、交流戦頑張っていきましょう。最初はね、DeNA はオリックスということで、まあね、オリックスは今、パリーグで最下位のチームなんですけども、やはりね、もうパリーグにはね、毎年ね、交流戦でやられておりますので、オリックスもね、やっぱ非常に怖いですね。やっぱね、もうパリーグですし、まあオリックスもね、ピッチャーがいいんでね、やっぱ怖いですね。はい。こんな感じで、終わっていこうかなと思います。交流戦ね、皆様頑張っていきましょう。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方をよろしくお願いします。いつもこんな感じで撮っておりますので、また見てくれたら嬉しいです。それではね、お疲れ様でした。それではバイバイ。